さあどうですか皆さん結構ね。おいしい。美味してますか。うまい。まだまだ。かけなーですよ。あ、体。あ、ピッコロさん何飲んでるんですか。水がある。水。やっぱナメック星人だからちゃんとそこは。ストイックだなこいつ。こいつだけストイックだ、ね。そうね。大杯ぐらい酒飲んでもまあ。そう。ちゃんとね、オープニング。はい、見てください。来ました。はい、はい。ビーボードね。はい。まあ、一応ね、こんだけ集まってますし、まあ、忘年会ですから、せっかくなんで、DB 芸人演芸タイムに行きましょう。いや、一応ね、こんだけ揃うことなかなかないじゃないですか。まあまあ、お酒の席ですし、ね、ネタじゃないから、こいつらも。ね、トークだから。トークで、そうでもねえよ。そうでもねえよ。トークで行く。オープニング見たでしょ、あの子。大喜利で勝負してやるぞ、これ。そうでしょ、ビジュアルオンリーだよ。あんたら言い過ぎじゃねえ。そうだよ。お前らじゃないだろ、もう。特にそうだ。お前、ナンパどうしたの。ナンパどうしたの。何が裏という番号が書かれてあります、ランダムに。で、みんな引いていただいて、その書かれた番号順に、ちょっとネタをね。そうだ。まあ、ほんと忘年会なんで、ほんと1分から3分ぐらいの、まあ、軽いね、ちょこっとしたネタをやっていこうかなと。面白い。そうですね。ブーさん、いつもの流れで行きましょう。オッケー。決勝で当たるやつ。一応ですね、ここはじゃあ、野沢さんは僕のそのコンビで、セットで。あれ、それじゃないか、お前。それじゃない。一応コンビなんで。あれじゃあ、ドドリアとダーボンはピンでやるのか。あ、そういうことですか。いや、ちょっとコンビなんだよ。コンビじゃねえだろ。フリーザさんは別で。フリーザ一人やる。そう、フリーザ君ではなくて。飛ばす可能性があったんだよ。ネタをね、ネタをよく飛ばす。しかも、こいつ一人でやっても地獄すぎる。俺らが行くのミーブルだ。チンチクリみたいな。チンチクリでもいいよ、それ。カンドクライズ。じゃあ、それぞれは見てくださいね。確認しましたか。確認しましたか。確認しましたね。それでは、一番の方誰ですか。はい。ではトップバッターのドドリア&ザーボンさん、お願いします。イエーイ。どうにかお願いします。使わないんかい。使わないんかい。お願いします。ドドリアザーボンからの。フリーザーボン。
飯田さん。では続いてフリーザさんです。どうぞこの私はゴールデンフリーザですよ。ゴールデンフリーザがお送りするもしもシリーズ。もしもこの私がトランクスと戦ったら、何か刀が降りてる、刀が降りてくる、はぁ、金刀が降りてくる、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 切れない。どうもありがとうございます。終わり終わり、逃げてんだろそれ。ふざけんじゃないですか。どうしたら部下から見てちょっと部下から見てもひどいっすよ。さっき聞くとね、大丈夫これ。いやでもトップバッターにはふさわしかった。あ、確かに丸バッターですよ。短い短いし、めちゃくちゃ面白かったでしょ。田中が言ったでしょ。さあ、では続いて3番手の方、誰でしょうか。ワンちゃんよ。おっと、ワンちゃん、あんまりコントネタしたもん。いや、そうそう、我々はあんまり見たことないんで。では続いて3番手、パンちゃん、お願いします。はい、パンちゃんは今から最高の演芸を披露するわよ。お、名付けて、パンちゃんのマジックショー。お願いします。イエーイ。今からパンちゃんがいろんな人に変身するから、ちゃんとみんな見てよね。楽しみ。いくわよ。楽しみ。ラララララララ。そういうこと。なるほど、わかった。染みついてると。行っちゃうし、まあまあ近くなる。まあまあ長いな。これこれ尺だよ。つないでやったも見てもね。ラボ。じゃあね。行ったわよ。ああ、来た。どうも、光浦靖子です。もう似てる似てる。あ、似てる。顔似てるな。今日はですね、あの私の得意な手芸でですね、こちらドラゴンボールのワッペンをブローチを作ってきたんですよ。どうですかこれ。見てください。どうですかどうですか。どういうね。一度も見てんねん、この毛玉の。いいよ、いいじゃないか。いいよ、いいよ、いいよ、パンちゃん、いいよ。この時間、この時間が地獄なんだよ。ザワロ、笑いで、笑いで。あんな誰か。笑いで、ザワロ。続いて4番手の方、誰でしょうか。おー、ブーさん。おー、
4番手のブーさん、お願いします。やっほー、俺様がマジンブーだぞ。今日は DB 芸人忘年会盛り上がっていこう。よーしー、いいね、いいよ。ブーさん、ありがとう。俺もう最近賢くなりたいから、バカの。今のは、やな、はい、どうもありがとう。おー、ラブラブだ。本当はどういう流れなの？なんかミルクは、お金はやめとけ、ミルクの方がうまいぞっていうのをやろうとしたんだけど、こうしなきゃいけない。あとこだよ、ドラムだよ。お前が言うな。さあ、では続いて5番手の方、どなたでしょうか。わたせ。おはよう。どうでしょう。わたせ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 。さあ、では続いて5番手のやむちゃさん、お願いします。西の都も変わらねえな。あれ、どうした。魔人ブー編で半年くらい出番がなかったやつを見るような目で俺を見て、あれ、そうだよ、ヤムチャだよ。それじゃあ早速、ほっかほかのヤムチャジョーク、まずは小籠包から。師匠だ、ね、これは俺が地球丸ごと超決戦で自家用ジェットを買った時の話だ。これに乗っていったらみんな驚くだろうって思っていたが、特に驚いた様子はなかった。それもそのはず、みんな空を飛べるのに今さらジェット機なんて乗ってどうするんだっていう話だ。そんな俺を見かねたウーロンが俺にこう言ったんだ。あんたぐらいだよ、ドラゴンボールも Z になったのにジェットに乗ってるのはってね。やむちゃあざしゃー。いや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 、お前はまともであれ。一番シンプルに滑ってた。おかしいな、単純にバカ悪かったの。いや、ちゃんと滑ってましたね。ちゃんと滑ってましたね。人のでちゃんと滑ってました。しかも人ので。さあ、続いて参りましょう。6番手の方、どなたでしょうか。うわ、としたいました。こういった空気変えれる。あ、変えれるです。わしはこのよどんだ空気を変えてくる。お願いしますよ。本当にお願いします。なんだ。さあ、それでは6番手のセルさん、お願いします。あれ、ブーブあれ、これは何、自爆するだって。どうやらカプセルコーポレーションで貴様の爆弾を取られたらしいな。さあ離れろ、さあ離れろ、16号離れろって言ってるだろ、離れろ。おい16号、16号、16号、お前のいいよ、いいよ、お前のなんで貴様ロボットタイプなのに股間だけは柔らかいんだ。やめろ、16号、16号、お前どうして硬くなってきてるんだ。16号、正解は、違う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 
回ご協力いただいたのは創業40年全国500店舗フランチャイズの赤い車で焼き鳥販売を行っている焼き鳥龍鳳さんです。こちらの焼き鳥屋龍鳳総本店では美味しさにとことんこだわった自慢の料理を楽しむことができますよ。秘伝のタレと炭火で焼かれた焼き鳥は素晴らしいの一言。地球人の皆さん、焼き鳥屋龍鳳総本店に来ないと殺しますよ。もちろんフルパワーであなたたちと戦う気はありませんからご心配なく。キーッ！